第二次世界大戦中の昭和18年夏、戦局の悪化と本土空襲に伴い兵器の増産と疎開の両面の意味合いから、東京第二陸軍造兵廠板橋製造所の疎開先として、串引、原郷、明け戸に軍事工場が作られた。深谷製作所串引工場は、350棟余りの建物が500ヘクタールに及ぶ串引ヶ原の原野に隠れるように建てられた。ここでは主に高射砲や迫撃砲に使われる火薬が作られた。これらの工場群へ軍事物資を運搬するために深谷駅から引き込み線が建設され、昭和19年7月15日に開通した。深谷駅から今の植木センター付近まで4駅のプラットフォームが設けられた。 JR 八高線に接続する計画であったが、終戦を迎えたため廃線となる。当時の建物跡が畑の中に残っている。